ともみです。今日はですね、カズサマジックが、東京ドーム出場ということで、初日のセレモニーにやってきました。秘密の野球場です。カズサマジックさん、ジェフィーさん、頑張ってくださいね。総合試合に参加しまして、オープニングセレモニーを行います。千葉県野球連盟川島会長よりご挨拶申し上げます。両チームは、第92回都市対抗野球本大会に出場することを決定しました。大会出場おめでとうございます。最後に、両チームの主将により、決意表明を行っていただきます。はじめに日本製鉄カスタマジック田中健主将、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、日本製鉄カスタマジック主将の田中です。本日はありがとうございます。都市対抗野球は、自分たちは3年ぶりの出場となるので、3年分のこの熱い思いを東京ドームでぶつけます。決勝戦では JFE と千葉県対決ができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。続いて JFE 東日本、平山海主将、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。JFE 東日本キャプテンの平山海です。昨年は1回戦で負けてるんで、今年こそ千葉県に黒字を持って来れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。以上でオープニングセレモニーを終了いたします。はーい、皆さんこんにちは。機密市清和出身の島子姫です。カズサマジックさん、11月28日東京ドーム出場おめでとうございます。島子姫も陰ながら応援してます。頑張れカズサマジック、イエーイ。キミツラウンジモアさんはカズサマジックも応援してます。9番ドモン君。